はい、面識を特化ということで、ゲーマー6年2024年の終わる5月21日です、まあこうした形状がいろいろな物理の醸し出しているんですが、この中でですね、要は大津彩香に対するみんなで作る党の党首の大津彩香に対して金返せとかですね、そういうポスターを貼ってほしいという要望が二重のほど来ておりまして、ここについては実現したいと思います。今のところ1箇所24枚にも全部込みでいこうと思っていまして、1万円、税込みの1万円だというところでですね、具体的な方法はこれからもう一度作っていきますので、もう一度お知らせしますが、まあ大津彩香本当嫌われてるのもそうだし、やっぱり彼女自身が今国政選挙の党首なので、彼女が本当に次のね債権者集会出てこいとかで、写真もね当然公人ですので OK ですので、小さいポスターじゃなくてもうまさに正方形に近い方のポスターですね、彼女は今回立候補するとかって言ったけど、結局立候補もしてなくてですね、あとその AI なんとか AI メイヤーかなんかやつだね、大津を 副知事にするとかって言ってたんで、なんか昨日ねその AI メイヤーっていうおっさんが僕になんか笑顔で話しかけてきて、なんか握手を求めてきて、僕も最初握手したら、こいつひょっとして大津を副知事にするってやってるやつかと思って、お前返せよ、こっちは本気でやってるんだから、選挙って戦争やな、魔王を応援するって何よ、何よお前笑顔で話しかけに来てんねんって言って、そこは本当に打ち切れておきました。あと宮川も言いましたけど、宮川に対してはもう完全に無視しておきました。で、いずれにしてもですね、大津彩香のポスターをですね、これちゃんと顔写真付きで大津彩香に対して金返せと、身につくと投資金返せというようなところをですね、しっかりとデザインをしてですね、大津の家の周り、彼の家の場とかな、家の周りとか、ちょっとあの辺の周りはないんですけど、ポスター形状自体がないんですが、従前ビルとかはあんまりちょっとないんですが、ちょっといずれにしてもですね、今空いている中でですね、それなりに大津彩香があちこちでですね、こいつがそのいわゆる知らない人がやっぱり大津彩香って検索をしてですね、僕これまでは大津彩香自身が目立つことを求めてたんで、なんか頑張ってるっていうのを求めてたから、あまりこれ叩かない方がいいと思ってたんですけど、一般の国民からすればですね、大津彩香のやってることを知れば知るほど頭がきてイライラすると思うんですよね。で、NHK 党の支援者だけじゃなくて、一般の国民の人にもしっかりとこういう国政政党の人間がいてですね、むちゃくちゃなことをしてるっていうことをぜひ知ってもらいたい。特にね、まあ今日も関西人から電話かかってきましたけども、関西にはちゃんと調べると思います。いずれにしても大津彩香は、国いわゆる税金が原資のですね、政党助成金をですね、僕は不正に使っているというふうに思っています。少なくとも説明をしていないのでね、この辺を含めてしっかりと選挙ポスターに、込めて皆さんのお怒りとか、まあ、そういうね、まあ、いわゆる思いをですね、大津彩香大嫌いっていう、それを多くの人に、全然この問題を知らない国民に知っていただくことによってですね、皆さんの、まあ、ストレスの解消になればいいなと思っておりますので、今しばらくお待ちください。大津彩香のデザインを作ってですね、これを皆さんに貼りますということでですね、もう具体的に誰が出したというよりも、大津彩香のポスター貼ってくれっていう、とにかくそこはもう寄付をしてください。でこっち側の方でとりあえず少なくとも今すごい数が来ているので、一瞬の間にね、だから少なくとも100箇所ぐらいは貼りますから、100箇所貼るということはそれだけで2400枚ということになりますので、それぐらいの形でですね、今やっていこうと思いますので、よろしくお願いします。以上です。 NHK をぶっ壊